多くの学校が休校になっていることを受け兵庫県では LINE を使った悩み相談の時間を昨日から拡大して児童や生徒への対応を行っています県の教育委員会は兵庫っ子 SNS 悩み相談として無料通信アプリ LINE を使った相談を行っていて学校の休校に伴い受付時間を のかからら来月6日日まままで、で平日の正午から午後9時までに拡大しています。先月は1日平均5件ほどでしたがきのうは18件の相談に対応していて新型,コロナウイルス新型コロナウイルスへの不安や学校が休みで勉強がわからないといったケースがあるということで県の教育委員会ではどんなことでも相談してほしいと呼びかけています。